苛立ちを招いたから撤去です。おはようございます、こんにちは、こんばんは。令和の人妻ってみたろです。皆さん本日もイヤホンぶっ刺して聞いてくださっていますか？ドイツのベルリンに少数族というか慰安婦族というのかよくわかりませんけれども、とりあえずかの国が立ててやったぞとどうやってねホルホルしておりましたけれども、やはりね以前設置された時にこちらの像が愛知トリエンナーレで展示されたものと同じである、そして同じアーティストの申請だったということで、すでにねアーティスト作品として展示された実績ができてしまっていたっていうのも良くないよっていうようなニュースをね私も出していたわけですけれども、その後ね日本側が徹底的にドイツ側に抗議をした結果、今回はようやく日本からの抗議が実った形になるようです。そう、やっとねドイツがあの像の撤去に動き出したそうです。許可の申請自体が嘘をついていたとのことだったので、当たり前といえば当たり前のことなのですが、とりあえず良かったですね。それにしてもトリエンナーレの時のあの愛知のテドロスこと大村知事ですら申請の内容と違ったと認めていましたが、それを対海外にもやってしまうとは、とことんあの人たちって嘘つきなんでしょうね。そしてかの国の感覚、かの国の市民団体との感覚とね、トリエンナーレの実行委員の面々が同じ感覚で同じ嘘をやってしまったというところに、あれこっちは日本人のはずなのになと思ったデミ太郎です。今回は時事.comからの記事です。ベルリンの肖像像撤去指示、日韓対立独で展開不適切という記事です。ベルリン自治、在ドイツの韓国系市民団体韓国協会がベルリン市中心部ミッテクに設置した従軍慰安婦を象徴する肖像像について、同区は8日設置許可を取り消し、14日までに撤去するよう同協会に指示をしたと発表した。フォンダッセル区長は、政治的歴史的に複雑な二国間の対立をドイツで扱うのは不適切だとしている。区は声明で、像は設置承認の過程では戦時中の性暴力に反対の意思を示すものと捉えられていたと説明。しかし実際は第二次大戦中の日本軍のみを対象にしており、日本やベルリンで苛立ちを招いたと指摘した。デミタロチャンネルというね、日本やベルリンで苛立ちを招いたと区が直々に声明を出してくれました。日本の外交の勝利とも言えます。本当に本当に良かったですね。でこちらの記事では、きちんとね当初の設置承認が出た過程でちゃんとこう言われていますけれども、戦時中の性暴力に対する反対を示すものって言っていたのに、まさか日本だけを象徴だなんて思わなかったよというドイツの意見が出ていましたね。本当かの国は恥を知らないと言いますか、もうね完全に確信犯なんですよね。そして説明をしたら設置なんてされないってきっちり分かっているところが、もうこの慰安婦問題自体が嘘って自ら認めているようなものなのではないかなとデミ太郎は思います。ドイツの戸惑いと怒りがよく現れていた記事だと思います。あと一つね、この問題について毎日新聞の記事も出ていましたね。そう、かの国の味方ばかりいつも必死でしている毎日新聞の記事です。せっかくなのでこちらも読んでいきたいと思います。ドイツ、肖像像の設置取り消し、日韓間で中立必要と判断っていう記事ですね。ドイツの首都ベルミン市のミッテクは8日、
区内の公有地に9月末に設置された元従軍慰安婦の被害を象徴する肖像像について設置許可を取り消したと発表した。14日までの撤去を求めている。戦時下の女性への性暴力に反対するとの観点で許可をしたが、旧日本軍の行為に焦点を当てていると指摘。区として日本と韓国の間で中立性を保つべきだと判断した。設置の中心となったベルリンの市民団体は、公共の場での設置を続けたいと述べ、ミッテクと協議をするとした。日本側は加藤勝信官房長官が像の撤去を求める考えを示していた。デミタロチャンネル。はい、こちらは日本と韓国の間で中立性を保つべきという判断で撤去っていうね。さすが毎日新聞です。区が声明で嘘をつかれたから苛立ったっていうところをね、綺麗にカットしましたね。そしてこちらでは撤去を求められているのに、このまま公共の場で設置を続けたいと言い出している韓国系市民団体の主張を出しています。本当に心から関わったら負け。そう、関わっちゃった時点ですでに負けなんだなって再確認いたしました。こうやってね、記事を読み比べて見てみると、本当に触れる記事によって思考誘導は簡単に行われてしまうんだなって思います。この一文がね、あるとないとで全然印象も変わりますし、毎日新聞の記事だとあたかも中立を守るために撤去を求めたみたいなね、感じに勝手にまとめちゃっていますもんね。いずれにせよ、やっと撤去の動き自体はね、こうやって出てくるっていうのは本当にありがたいですね。まあありがたいとかって言うとね、申請出してやっちゃったかの国の行動にはね、本当いい加減にしろといった感じですけれども、正義がまだまだ通用する世界に感謝です。しかしこうやってね、ベルリンの対応を見てみると、申請時に嘘をつかれたということを認めながら、すでに交付金をね、出しちゃった愛知トリエンナーレの文化庁と愛知県の対応はよっぽどひどいと言えますね。だいたい肖像像っていうね、あれ、慰安婦に全く関係ないこの像っていうのがすごいよね。これね、デミタロの周りのあんまり政治知らない人に言うと本当にびっくりされますもんね。そしてこれだけ騒ぎになっているのに、ムン大統領から今回何のね話、それもね、設置した時にもお得意のどやりもありませんでしたが、こちらもどうもかの国で反日感情を煽りすぎて火がつきすぎた国民が、もはやちょっとやそっとのことでは満足しなくなってしまった上に、日本側のね、今の強固な姿勢にムンさんはもはやコメントの出しようがないのではとの憶測を読んでいます。デミ太郎はね、それね、あながち嘘じゃないんだろうなって思って見ております。この動画をご視聴の皆さんはどう思われますか？よかったらぜひコメント欄でお聞かせくださいね。ではでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録と高評価を押していってくださると、デミ太郎が漏れなく喜びます。ではでは、デミ太郎でした。またね。